Sorry, it's been a long time since I've been on a date with a girl. パズル TV。 どうも、パズルです。今回はですね、映画から学んだデート中男性が女性には言ってはいけない言葉についてね、語らせていただこうと思います。これはですね、僕が好きなロマンティックコメディ映画ジェクシーという作品があるんですけども、その中でね、若い男女がデートをするというシーンなんですけども、レストランで2人がね、着席するや否や、男性側がね、女性にいきなりちょっと失礼な言葉をね、言うシーンがあるんですよね。一瞬なんですけどね、はい、では実際ね、その映像をね、ご覧くださいませ。Wow. You look stupid. I look stupid? Stupid as like stupid, stupid good. Okay. Sorry, it's been a long time since I've been on a date with a girl. はい、バカみたいって言葉ですね。その後男性がね、バカみたいに良いという修正していましたけどね。バカって基本的に悪い言葉ですからね。まあ、お笑い芸人の人に対してね、まあなんか、バカみたいな言動をして、この人バカだねっていうのは褒め言葉だと思うんですよ。面白いってことですから。でもそうでもない、別に笑わせるような言動もしてないのに、いきなりバカみたいっていうのは、普通の中で失礼だっていうね。大抵の人は怒りますよね。ってことなんですね。はい。なので皆さんもね、このバカみたいって言葉をね、使わないように気をつけましょう。はい、もちろんね、女性が男性に使ってもダメだと思いますので。ね、気をつけましょう。以上になります。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また見てねー。